時刻3時39分です。続いては今日の夕刊読み比べ。今日のコメンテーターはジャーナリストの岩上康美さんです。岩上さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。ジャケットがですね、涼やかになりました ね、そうですね、でも、もうまだ季節に追いついてない。もうジャケットいらないんじゃないか。いや、十分ですよ。もう追いついて、衣替えしました。衣替えしました。まだしてないんです、ね、私もしない、まだ。あら、ちょっと半袖とかじゃないし。そうなんです、うん、なんか夜は寒くなったりとかね。視聴者がっかりしてますよ、あれ、カーディガンなんて来ちゃって、そうしてると思いますよ。すみません、ラジオなのに視聴者の心配してしまいました。さんがちょっとニヤッとしましたね。してやったりみたいな感じ。後半わかりませんよ、でも、はい、熱くなってきたわなんてね。そうです、そうです。さあ、それでは参りましょう。今日の夕刊読み比べ、まずはこちら。今日の日刊現代より、小沢一郎党員資格停止解除へ。東京地裁が無罪判決を下したことを受けて、民主党は今日の役員会と明日の常任幹事会で、小沢一郎元代表の党員資格停止の解除を正式決定する方針です。党員資格停止の解除については、反小沢の岡田克也氏と前原誠二氏がまだ一審しか出ていない判決確定を待つべきだと難癖をつけていたんですが、越石幹事長、10日の控訴期限を待たずに一気に手続きを進めるつもりだというふうに出てますね。そして民主党関係者によりますと、越石幹事長は小沢さんの党員資格停止を解除すると、選挙担当の代表代行として処遇するつもりだということも出てるんですけども、これどうですかね。調子いい話ですよね。今まで、はい、党員じゃないぞお前はと言って、これだけ排除して、で小沢排除してから以降、それ以前もね、小沢さんがリーダーシップ取ってる時、選挙は連戦連勝、それで政権交代まで行って、政権交代したらお前は用済みとばかりに検察と一緒になってですね、切り捨てて、それから以降連戦連敗でしょ、もう党消滅じゃないかっていう時に、今度は党に戻ってきていきなり選挙担当やってくる、このご都合主義すごいですよね。越井さん、小沢さん近いとは言われてますけど、びっくりしますわこれ。小沢さん聞いたら苦笑いでしょうね。苦笑いですよね、というか、まあそんなんだったらいきなり党の中心に戻るというようなことでなきゃね、これは納得いかないと思うんですよね、でもそれもおかしいですけどね、この間まで党員でもない人が突然党に戻ってきて、党代表代行とかね、副代表とかね、代表まではいかないと思いますけど、小沢さんの性格からしたら受けませんよね。受けないと思いますけどね、これいくらなんでもちょっと虫が良すぎる。そうですね、だって今小沢さんとか千石さんとか出席しないって言ってるでしょ、こういう反小沢の人たちいっぱいいるわけじゃないですか、その人たちが選挙に今度ね、中には厳しい人もいるんですよ、ね、反小沢で鳴らしてる人たちに、その人たちが救われるために一生懸命この小沢一郎がなんかあれをこれをするんですか、ってなんかちょっと変な字ですよね。はい、続いてはこちら。今日の日刊現代より、電力会社はいつまで茶番を続けるのか。この記事に関しては後ほど編集長は三田の方でも取り扱いますが、北海道電力の泊原発、おとといの夜に定期検査に入って、すべての原発、日本国内のすべての原子力発電所が停止しました。政府や電力会社は電力不足を煽り立てていますが、原発ゼロでも深刻な電力不足に陥らないことははっきりしていると、今日の日刊現代が報じています。電力問題に詳しいジャーナリスト横田はじめさんによると、関西電力の対応は原発の再稼働ありきが露骨、本当は原発ゼロでも電力不足に陥らないように準備すべきなのに電力不足を演出している、これでは本来電力が足りるのに不足してしまうバカなことになりかねませんと言ってますが、これに関して岡見さん、いかがですか。これは5月5日のですね、その午前2時でしたが、一斉に止まったわけですね、その鉄拳審に入って、で原発ゼロの夜というのが実現した、もうネットはその場で一色ですね、そして、明けて昼間のメディアはもうそれをこのまさにこの現代が言っているような、電力会社の茶番に乗っかった、いやいやまだ足りないってまだいいわ、だって止まったら停電が起きるってあれだけ騒いでたでしょ、起きなかったじゃないですか、誰の目にももう明らかか、そして、いろんなツイートとかね、ネットでの書き込みありましたけれども、歌舞伎町も渋谷もどこも全然ネオンを自粛してませんよ、ギラギラですよ、要するにそれだけにぎわいもあり、人々のにぎわいもあってですね、
とりわけ取り立て節電しなくても十分足りていると、はい、いうわけですよ、うん、しかもこの電力のピークって言ったってピークのその時間って決まった時間帯わけですよね、はい、30時間ぐらいなんですよ。そうですね、長くてね、その30時間のために、なんで原発を再稼働させなきゃいけない、うん、安全性が確立もしていないのに、で前もここでもしかしたら言ったかもしれませんけどね、政府レベルで国家戦略室が試算した試算っていうのがあるんですよ。それで言えば十分足りているという試算出てるんですよ、はい、なんとこれ公表されてない、はあはあ、試算隠しがあるんですよ、でさらにはですね、この日刊現代の中にも触れられているように実は関電は休眠させている火力発電所2箇所あるんですね、はい、火力隠しもあるわけです、はあ、全然余力あるじゃないって、まあ、おそらくこの火力発電の話はね、後でアイラのコーナーでもやると思いますので詳しくはそちらでと思いますけれども、もともと電力は不足なんかしていません、ずっと明らかですけれどもこれデマです。そうですね、はい、はい、続いてはこちら。今日の夕刊フジより、フランス大統領選挙、サルコジ落選で日本経済直撃。フランス大統領選挙の決選投票が日本時間の今朝行われ、野党社会党のオランド前第一書記が現職のサルコジ大統領を下し勝利しました、うん、この影響を受けて今日の為替相場、円高ユーロ安が進行、新たなヨーロッパ財政危機が日本経済を直撃する恐れもあると夕刊フジ伝えています。野党だったその社会党、まあ、17年ぶりに大統領が出てきた、で一方では現職大統領が敗退するのは31年ぶりということなんですよね、うん、そうなんです。負けたんですね、サルコジさん。これ日本でね、現職のその首相がね、辞めちゃったりと地域放棄とかいうことはざらにあるんですけど、はい、フランスのような国とかアメリカのような国ではほとんどないんですね、でどれほどサルコジが異質で、異例の、まあ、大統領だったか、はい、ということですよね、でその異例さというのは、異質さというのは、まあ、こう任期途中で降ろされるほど不人気で、はい、とりわけ下品だったという批判も多かったんですけど、それよりも何よりもフランスというのは独自外交と、独自の国家戦略を持ち、独自の政策を持ち、他国に影響されない、はい、とりわけアメリカに影響されない、うん、ということが誇りでもあったわけですね、はい、それがアメリカ協調というかアメリカ追随をする、まあ、小泉型のですねリーダーだった、はい、これ初めてなんですよ、こんなのは。で、ここに、まあ、財政緊縮策だということが今ちらっと出てましたけれども、財政緊縮を行うということ、それから新自由主義的なさまざまな、ね、はい、不策を取っていたこと、それから自由貿易市場主義的な、はい、進め方をしていたこと、今の野田政権あるいはその前の菅政権からそうですけど TPP 推進でね、そして緊縮財政、そう言いながらも増税をやるとかですね、はい、そういったところと非常によく似て、つまりアメリカ追従、アメリカの自由貿易市場主義のですね、追従の一角を成してたんですね、はい、で世界的にアメリカ追従がこうずっと広がっていた、そのうちの一角が崩れた、はい、ということですね、新自由主義の市場主義と言って言った方がいいかもしれませんけれども、そうしたものの終わりを見せ始めた。これ日本にも影響ありますかね。僕はあると思います。でフランスにはね、エマニュエル・トッドっていう有名な知識人がいるんですけど、この人は政治学者や経済学者じゃないんですが、本当は人口論とか歴史学者でもあるんですが、この人非常に政治にも精通していてですね、発言なさる方なんですけど、自由貿易は民主主義を損なうというですね、本も書いてるんですよ。つまり自由貿易は何でもやって誰が言ってもいいことなんだと、疑うべきことのない公理のように言われてますけど、そうじゃない、はい、保護主義が民主主義を育てるんだと。だから保護主義っていうのは悪いっていうイメージが強いんですけど、実は閉じたり開いたり、はい、自由に行ったり、また保護主義に戻ったり、調整する保護主義が必要だと、はい、それは実は民主主義を育てるんだということを言ってるんですね。トッドはヨーロッパの文脈の中でも異質の知識人かもしれませんけれども、これからそうしたトッド的な人たちの考え方が広まっていくかもしれません、はいはい、以上今日の夕刊読み比べでした。このサルコジについてもものすごいコテンパンに言ってたんですよ、このエマニュエル・トッドって人は、もう本当にね、呆れ果てたと言わんばかりに言ってたんですけどね、
大変あの影響力のある知識。森崎さん、警視庁は佐藤さん。はい。佐藤さん。異常な対米追随をやめるべきだと世界は、はい、ということを言っている人、まあ、言ってるんです、はい、でアメリカという帝国ができたあのイラク戦争の中にそうじゃない帝国の終わりなんだこれ、おうおうこれはアメリカの強さの証明である、うん、アメリカの弱さだ弱さだ、うん、いうふうに主張したんですね。つまりどう考えたって処分にならないような弱い国にあんな大げさな軍事行動を、はい、あれはあの一種芝居がかった演劇的な、小規模軍事行動だ戦争じゃないとつまり弱い者いじめだ、はい、それで世界にそれを見せつけている、うん、どうだどうだどうだでそのためにバカみたいな戦費使いどんどん国力は疲弊し、民生はガタガタになりで国民の生活はどん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 落迫しそしてどん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 国内でそれをごまかすためにね民主主義が後退していく、うん、アメリカの民主主義が腐敗していって、はい、メディアもダメになっていってますから、ね、そうしたことをものすごい厳しく批判しててドイツはアメリカ一辺倒から変わったということを評価しています、うん、日本もそうあるべきですよ ねそういうことだと思いますね。数年前彼の本がいろいろブームになった時に日本に招かれて講演とかも随分やってるんですけどその時の方がずっと今活発な意見だったんですね。多分政権交代前ですね、アメリカの巻き返しになっちゃって、日本はアメリカアメポチだらけになっちゃった、もう一回戻んないとね。時刻は3時51分です。続いてはタラス玉さん白玉子の川光物産がお送りする文化放送交通情報です。警視庁の佐藤さんお願いします。はい、お伝えします。首都高速道路事故で渋滞しています。中央環状線内回りの滝野川付近じゃんじゃじゃん単独事故のためあそれですかはあ、だけど岡上さんのこれ読んだらロシア経由で 見られるってことですか、すごいな、そのままだ、そう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 、へすごい流出したんだ、そうそうそうこれが流出した、斉藤孝弘宛てが佐久間達也、本当だ、特捜部長、特捜部長全部読んでた、へ全部知ってた、でアンダーライアンダーライアンダーライ佐久間バラされちゃった、確かに、本当だ、しかもこっち側に石川さんの喋りの喋ったの全然違う、警視庁の佐藤さんでした。次の文化放送交通情報は4時18分ごろお伝えします。これはもう流出してましたから、ね、4月には。あ、そうなんですか。はい、持ってるところと持ってないメディアがあったんです。あ、もうすでに流出してたんですか。してましたね。なんかね、あの弁護士はコピーしても OK みたいな。あの弁護士はその、ね、でもそれ出していきますからね。から流出元って特定されるあの限られるわけです。それも後で、ちらっとお願いします。このコーナーは毎日